はい、どうも皆さんおはようございます。旅島です。私は今ですね、台湾台北に来ております。今回ですね、5日間かなの台北なんですけれども、一応その最終日ということで、今日はねちょっと猫空というね観光地の方に行きたいと思います。それでですね、帰りの空港に行くまでこの動画を収めていきたいと思いますので、皆さんもぜひ最後までご覧ください。それじゃですね、まずちょっとね、今朝の8時10分なんですけれども、ちょっとこれから朝食を食べに行きたいと思います。日本語で書いてある。はい、頼んでいました。チーズハンバーグサンドイッチみたいな、そんな感じですね。で、これがアイスティーの無糖のやつです。で、合わせてね105元なんで、480円ぐらい、そのぐらいだと思います。いただきます。はい、サンドイッチも来ました。ハンバーグとチーズですね、あとそれと卵、こんな感じになっています。こっちの方が綺麗ですね。はい、じゃあいただきます。じゃあいただきます。ハンバーグというか、ね、なんか豚肉のスライスだと思いますけども、ね、結構パンがパリパリで美味しい。味付けというかソースがちょっと独特だけどね、すごく美味しいですね。結構油も出てますね。はい、いただいたサンドイッチの店、コミダっていうんですかね、ちょっとねホテルの近く、ゾンシャンとかね、そのあたりですね。でね、この近くにもね、台湾朝食の美味しいお店があるんで悩んだんですけども、今日はサンドイッチにしてみました。はい、じゃあね、ちょっと次行きます。はい、ホテルの方チェックアウトしました。でね、これからちょっとまた少しお出かけをします。夕方なんでね、飛行機が、それまでちょっと出かけますので、まずは、MRT 乗っていきます。来たのはですね、駅としては動物園駅ですね。ただですね、今回ちょっと動物園には行きません。この先にあるロープウェイに乗って、猫空と言われるね、ちょっとね景色のいいところに行きたいと思います。猫空マオコンって読みますね。はい、駅降りたら左ですね、行くとちょっと歩きますけどね、この先にロープウェイがあります。はい、猫空に行くためのね、ロープウェイこんだけ並んでます。まあね、今日日曜日っていうのがあるんで、かなり並んでます。時間が12時5分ですね。どのぐらいで乗れるかちょっと見ていきましょう。なんか意外に早く進んでますね。表のところにはね30分という表記がありましたけども、結構どんどん進んでてます。はい、エスカレーターで4階まで上がってきました。こういう風に並んでますけれども、ここでねちょっと並ぶ感じかな。で、ロープウェイ2種類あるんですよ。なんかね、結構クリアの、ね、やつで、クリスタルってやつと一般ってやつ、あれちょっと、ね、暗くて見えないかな。ここで分かれますね。はい、ここですね。クリスタルキャビンとレギュラーキャビンと分かれてます。ヨーヨーカーでも乗れますけども、台南じゃない、タコとかのねアイパスはダメみたいですね。はい、時刻は12時20分15分でここまで来れましたね。で、今回はですね、K-LOOK でロープウェイの乗車チケットというものを利用しました。はい、一応ゴンドラ乗りました。今ね、時刻が12時22分だから20分かかってないですね。17分で一応乗れました。暑い。はい、終点のね、猫空駅に到着です。はい、ね、終点の猫空駅に到着しました。降りると、ね、ロープウェイ降りるとですね、結構カフェとかお茶屋さんとかあるんですけど、まあ軽くなんかの
カフェでいいかなっていう感じなんで、こっちカフェで、こっちもなんかね、猫空茶屋ってありますね。ソフトクリームとかがあるのかな。あんまりね、遠くには行かないようにしようかなというふうに思います。もうね、完全に観光地化してますね。よろしいな、めめよ。はい、大観園という、まあ、レストランみたいな感じに入りました。ちょっと、ね、適当に頼んでみましたけども、景色がですね、一応窓側の席へ移動させてもらいました。こんな感じですね、まあ、一応これを見に猫空まで来たっていう、そんな感じでございます。ちょうどね、映ってるかな、台北101がね、見えてる感じですね。はい、こんな感じです。はい、ちょっとね、この後またもう一品来ますけども、ちょっとね、麺類が食べたくなったので、ティーオイルヌードルっていうのがあったので頼んでみました。見た感じなんかそうめんですね。それとちょっとあったかいウーロン茶、こんな感じです。はい、あと豚肉の炒め物ですね、まあ、今日は麺と豚肉、ちょっとこんな感じで頼んでいました。はい、これ、まあ、ヌードルで頼んだんですけども、ウーロンオイルヌードルって感じで、下が結構ね、オイリーですね。まあ、嫌な感じじゃないですけども、ね、結構こういう感じで油がついてる、そんな感じ。でも美味しいです。この豚肉の方もだいぶ食べちゃってますけど、これ多分ね、胡椒の実だと思うんですよね。でこれ一緒に炒めてあるから、こういう胡椒的な香辛料の味がすごくついててね、これ美味しいです。はい、ロープウェイから、徒歩3分くらいですかね、大観園さんでいただきました。観光地価格です、ズバリ。ちょっとお高めですね。はい、そんな感じで、それではですね、もう1店舗ぐらいなんか回って、帰ろうかなというふうに思います。はい、ソフトクリームをね、ちょっといただきました。こういったお店、特にテラスとかはないですけども、ソフトクリームを食べに来ました。でね、これで1個、これね、バニラと鉄観音かな、お茶のミックスのソフトクリームですね。これで90元です。だから400円ぐらいですね。じゃあいただきます。なんかね、上についてるのクッキーかな。あ、うん、あ、美味しい美味しい、うん、結構多めに巻いてくれた。はい、ソフトクリームを食べたらですね、見えるかな、雨降ってます。おお、結構しかも降ってますね。で、とりあえずね、ちょっとね、ロープウェイの駅まで急いで行きます。あのね、山の天気は本当、台湾の山の天気、9分もそうですけど、変わりやすいんですよね。あんまり遠くに行ってなくてよかった感じです。ちょっとどうだろうな、ロープウェイ混んではいないかな、大丈夫かな。バスはすごい人乗ってますね。ロープウェイで急いで、この風もすごい。よしよしよし。はい、じゃあね、ロープウェイ乗って帰ります。なんとかロープウェイの、ね、駅にそれほど濡れずに入ってこれました。やっぱね、雲がだいぶ低くなってますね。ちょっとカメラに映ってるかわかんないですけど、かなり雨降ってきてますね。すごい、もう雲と雨っていう感じです。はい、駅に来てから30分ぐらい経ちましたけども、雷の影響ですかね。ちょっと今雷の音入ったかな。まだね、ロープウェイは止まったままですね。はい、今ね、ロープウェイの猫空の駅から、傘を渡されて今下に降りてるんですけども、なんか代行バスなの、あ、代行バスだ。ロープウェイが雷で動けないから、多分ね、見えてるかな、ピンク色のね、代行バス、これでね、下まで行くんだと思います。シェシェイシェシェイ。なかなかレアケースというか、このバスですね、多分これで行くんだと思いますね。シェシェイ。あ、このまま乗っちゃっていいのかな。
はい、バスには座れませんでしたが、多分ね、これで麓までね、送ってくれるんじゃないかなと思います。なんかこう、説明の中に MRT っていう単語があったので、多分ね、駅まで行ってくれるんじゃないかなというふうに思います。外はね、相変わらずすごい雨です。多分ね、雷雲が入ってきちゃってるんで、ロープウェイの運行はね、停止してるんだと思いますね。ここね、猫空からもね、普通のバスでも入れるんですけども、すごい行列だったんですよね。で、まあ、ロープウェイの方にね、止まってるけど並んでたんですけども、こういうふうにバスで送ってくれることになりました。下のね、ふもとのロープウェイの駅に来ました。何人か降りるんですけども、ちょっと離れて MRT のね、駅まで行ってくれるみたいです。はい、こんな感じでですね、代行バスというかね、バスでふもとの MRG の駅まで送ってくれました。しかもタダです。本来だったら120元かなかかるんですよ、500円ぐらいロープウェイ乗るのに。で、一応今ね、どこでも生産されなかったので、一応タダで来ちゃいました。というわけでですね、猫空からロープウェイで往復するつもりだったんですけれども、こんな感じで、もう、ね、ロープウェイ止まっちゃってるんですよね、雷で。なので、ここまでバスで送ってもらいました。なんかね、すごいサービスいいですよね。はい、じゃあね、MRT 乗って、ちょっとね、これからホテルに戻って荷物をね、預けてる荷物受け取りたいと思います。はい、時刻15時45分です。地下鉄のシャーレン駅、帰ってきました。まあ、これからね、すぐホテル戻って荷物受け取って空港まで行くんですけど、ちょっとね、時間的にギリギリになってきちゃいましたね。まあ、ロープウェイ止まってたのは少し痛かったかなっていう、そんな感じです。はい、今回泊まったホテルはですね、結局3泊したのかな、ここは、ステイインホテルですね。かなり立地とかもいいですし、中は綺麗ですし、かなり気に入ってるホテルです。はい、それじゃあですね、ちょっと今空港までウーバーで行きます。はい、すぐウーバー来ました。ね、でもね、10分ぐらいでね、空港まで行っちゃう感じですね。市内に近い、松山空港の方ですので、はい、台北の松山空港が見えてきました。はい、ホテルからウーバーで空港ですね、松山の方、松山の方の空港は10分ちょっとでね、到着しました。やっぱり非常に近くて便利。こちらで空港の中に行って、着員の方で行きたいと思います。はい、台北松山空港ですけれども、今回ですね、JAL ANA ではなくて、チャイナエアラインで帰ります。チェックインは6番かな、6番ゲートですかね。あ、6番カウンターですね。じゃあちょっとそちら行って、チェックイン行きたいと思います。いつもね、松山から乗るときは、JAL か ANA ばっかりですからね。こっち側はちょっと初めてかな。はい、チャイナエアライン。スカイプライオリティで入ります。まあ、そこそこ混、まあ、そんな混んでないですね。はい、チェックイン完了しました。ね、間に合いましたね。で、とりあえずちょっとね、保安検査と出国をして、ラウンジにもね、少し寄れそうなんで行きたいと思います。はい、それじゃあですね、これから保安検査、そして出国審査を経て、制限エリア内に入ります。今ですね、もう時刻は4時半ですね、4時35分。じゃあね、これから検査向かいます。はい、ではね、台湾出国しました。出国するとね、正面は免税店ですね。で、搭乗口は右なんですけれども、ラウンジがね、合同のラウンジが JAL でも ANA でもチャイナエアでもエバーでも、ラウンジがありますので、こちらにありますので、こちらからちょっとね、少し寄れそうですね、行きたいと思います。ハロー。ラウンジのご飯こんな感じです。生物と野菜と小籠包、そして
まんじゅうとかですね、ごままんじゅう書いてある、スイカとケーキとね、ここが、これがね、焼き芋ですね、ロングウータンと、あとパイコーと野菜、カレー、ルーローハンのソース、ご飯です。あとね、コーヒーマシンと、あとビールも噛んであります。あ、一番搾りがある。はい、じゃあラウンジ出ました、搭乗ゲートはですね、6番ですね。ここから、羽田ですね、羽田の方に向かいます。はい、羽田までの機材はこちらですね、エアバス A330 ですね、エアバスの A330 です。はい、搭乗ゲート通過いたしました。ここ台北ソンシャンから次は東京羽田へ向かいます、利用する航空会社チャイナエアラインですね、スカイチームです。はい、じゃあですね、それでは機内へ向かっていきたいと思います。エコノミークラスです。ハロー、はい、こんにちは。はい、どうぞ。あ、どうも。はい、どうぞ。機内はね、エコノミーは242の配列ですね。はい、エコノミークラスシート座りました。座席ね、こんな感じ。前の自分の目の前にはモニターがあるんですけども、ちょっとちっちゃい感じですね。テーブルはこんな感じです。結構広いかな。はい、なんかちょっとガタガタですけれども、こちらね、機内安全のしおりが A330-300 ですね。安全のしおりです。はい、ポケットにはあとはエチケット袋、それと乗客安全規定ってありますね。はい、こんな感じです。前の座席との、間隔、シートピッチャーシートに、拳2個分ですが、ちょっとね、前にこういうものが置いてあって、なかなか足は伸ばしづらい、そんな感じです。はい、窓の外はですね、羽のちょっと後ろですね。福山空港発羽田国際空港行きをご利用くださいまして誠にありがとうございます。松山から羽田までの飛行時間は離陸後およそ3時間を予定しております。これより皆様の安全のため非常用設備についてご案内いたします。しばらくの間モニターにご注目ください。はい、プッシュバック始まりました。時刻17時57分、渓谷の8分前の出発です。Welcome aboard China Airlines. The exit. Please follow the illuminated signs.Thank you.
申し上げます。今機は羽田国際空港に到着いたしました。機体が完全に止まり、シートベルト着用の灯が消えるまでご座席にお座りのままお待ちください。本日もスカイチームメンバーチャイナエアライン日本航空との共同運航便をご利用くださいまして誠にありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。またただいまより携帯電話などの通信機能をご利用いただけます。はい、じゃあですね、東京羽田空港到着しました。時刻がね、10時29分ですね。22時29分、1時間のね時差ありますけれども、夜結構遅い時間に到着です。イミグレーションの前まで来ましたね。10時38分、この時間結構混んでるみたいですね。はい、今10時49分ですね。これで日本入国です。日曜の夜というかね、夜はね結構やっぱ混むんですよね。でとりあえず今税関も抜けて、入国完了しました。すっごい人です。顔認証でもねすごく混んでましたね。ただね指紋認証も登録してたんですよ。でそっちから抜けて、ちょっとね、同行者が、荷物があったんでそれを受け取る前に税関のねQR の読み込みやって、それですぐ行けるようにしてました。結構早く出たんじゃないかなっていう感じです。はい、それじゃあですね、今もう日本入国いたしましたもんで、夜今11時って感じで、これから終電終バスに乗って、ね、自宅に帰ろうかって感じなんですけれども、今回ね台北の滞在、そして、今回ね、猫空の方にね行ってきたわけなんですけども、もうちょっとね景色のいいところが見せられるとよかったんですけども、途中からねもう雨降ってきちゃって雷雨で、ただねロープウェイが止まってもああやって帰れるということがちょっとなかなか新発見でしたけども、なかなかレアケースですね。初めてです。はい、こんな感じで、今回の動画この辺りで失礼させていただきたいと思います。そしてですねこの台湾のね、旅の動画ここで終了になります。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ツイッター、インスタグラムの方やっております。ぜひフォローとチェックの方よろしくお願いいたします。この動画に対するコメント、高評価いただけますと大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。